ペルシュロンは、重種、冷血種に分類される馬の品種の一つ。原産地は、フランスノルマンディーで、成立は8世紀に遡り、フランス原産の重種に、馬や朝からの戦利品であるアラブ種やバルブ種などの、地が入っているとされる。毛色は青毛、足毛などが多く、体型はサラブレットに比べ足が短く、胴が太い。体高は160から170センチメートルで、 大きなものでは2メートルを超える。体重は1トンにもなり、サラブレッドの倍ほどにもなる。性格はおとなしく鈍重だが、非常に力が強い。その強い力を生かし、馬車馬引き馬、ホースショーなどに使われる。かつては軍馬として全身甲冑を着込んだ重装機兵の乗馬や大砲の牽引などに用いられた。日本では主に開拓期以降の北海道で導入され、 軍用馬生産のために、在来馬の改良に用いられた。バンエイ競馬にも使われ、初めて1億円を超える賞金を獲得した、金太郎もペルシュロンの影響を強く受けている。現在は、森林での木材搬出作業や、馬車の牽引乗馬及びその競技大会で活躍している。ディズニーランドのパレードではこの品種が、長らく使用されている。また、 サラブレッドとの交配により、重い狩猟馬が生産される。記録が残る最大の馬は、ドクトゥールルジェアというボバで体高7フィート、体重1370キログラムにもなった。ありがとうございます。